はい、どうも皆さんお疲れ様です。ダーポンです。ダーポンが実況するワンダと巨像ピースフォーバー、今回は第7回目ということは第7体目の間違えました、巨像を倒しに行きたいなと思います。で、今回はなんか水中に潜むなんか雷を放つやつらしいんですよ。だね、間違えたね。ちょっといろんなねゲームやってるとねボタン操作がごっちゃになっちゃいますね。さあ行こう。7体目は水中戦、果たしてどんなやつなんでしょうか。マップを見てみると、まあちょっとこっから渡れるのでちょいちょい確認しながら行こうか。方角は向こうですね。はは、ってことは、まあ、ここから渡れるから、ここから渡ろうかしら。よいしょ。どっから行こうかな。あっちから行くと、ちょっと面倒だから、ここだな。よし、ここを渡っていこう。水中戦っていうぐらいだからね、どんなやつが来るのか楽しみだぜ。まあ、物語の方もね、だんだんこう、なんて言ったらいいのかな、その石像をどんどん倒すことによって、ワンダの妹のね、のためにこう、まあ、呪われた力みたいなね、なんか禁じ手みたいなことを使って復活させるみたいな、まあ一回死んだ魂を元に戻すというのが最終的な目標です。方角的にはこっちですね。確かそこなんか谷があるよね。こっち側を抜けていきましょうかね。さあ行け、ヤグロ。もう抜けてく感じだな、多分な。方角的にはな。さてさてさて。こっち行ってねえんだけど。こっち側抜けてって、ここは巨人を倒した。3体目の巨人がここだよね。方角的にはこっちだと思うんだけど、火が入らねえからわからん。だいぶマップ広いんだよね。こう、そういう感じなんすわ。ちょっと火が入らないと剣で方角がわからないので、これでわかるか。よいしょ、こっちだ。この先だな。行くぞ。水中戦なんて言ってるけど、そんなに水中長く入れないからね。まあ、飛んでるやつの時もそうだったけど、結構環境で変わってくるからね、戦い方が。一番楽なのは、やっぱりこう、ただでかいとか、そういうやつとかだったらまだ戦いやすいけど、水とか空はちょっと辛い。まあ、俺の予想だと、あと、砂漠系とかだと、なんかこう、なんか潜る系とかもいそうな感じなんですよね。さあ、右と左、どっちに行こうかな。右側に行ってみるかね。
影が、日向があるところ。この先になんかあるのかな。行ってみよう。違う、確か。ここは抜けで。抜けれんのか。なんかちょっと開けた場所に出てきましたね。何もなさそうだけど、この先か、なんか怪しいところなんだよね。水に潜むって言ってたからね、水辺がないといけないとは思うんですが、まあ川とか水とかさ、そういったところじゃないといないはず。なんだこれ。ああ。なんだここ。湖。とりあえずなんか開けた場所には出たぜ。まさかこんなとこにはいないでしょうよ。これっていけないよ。あ、いけるね。これ上に登るのかしら、下に行くのかしら、ちょっと上に行こうかな。よいしょ、よいしょ。こういうのってさ、やってるこっちは目回るよね。この下だな。どう？え？なんですか？え？怖っ。うそだろ？おい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 。何？あれ虚像じゃないよね、これ。電気ナマズ？電気ナマズみたいな。電気ウナギ、電気ナマズ。いや、どっちでもいいんだけど、ものすごく怖いやつだね、これ。あ、ちょっと魚好きの俺でもちょっとそれは怖いよ。とりあえず陸に上がって様子を見よう。あー、まあとりあえず弓じゃねえか。あいつは怒らせないとな。ほい。ほい。近づいてきた。わあ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 。あれを狙い撃つのは難しいですよ。どうすればいいのこれ。まさかの水中戦。どうすればいいんだろう。なんとかしておびき出さないとだよね。わあ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 。
え？嘘でしょ。食われちゃうじゃんそんなの。おお、どうすればいいの？この瞬間か。あー、なるほどね。わかりました。よし来い。これ立ち泳ぎしてる方もしんどいよ。来い、かかってこいや。あー来るぞー。あー怖え。来るか、全然来ないじゃん。なんだよ、ビビりか、ビビってんのかお前。え、あー来るねこれ。おいやー、よし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 。おお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 お。体力は大丈夫だな。さあ来い、かかっ、大丈夫です、ヒントありがとう。かかってこーい。ああ、ここだぜ。ういーい、どしどしてぃ。まっすぐ整体していかないとダメだな。よし。あ、痛い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 、ビリビリしてるー。あ、ビリ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 。尻尾が？よし。うん、おいしょ、ちょ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 、ちょっと、よしよし、これよし、これ水に上がった瞬間に離して、よし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 、よし、今のうちに弱点を探そう。あそこだー。うわー、ビリビリしてるぜ。今がチャンス。おいおいおい、よし、前進する。ああ、ああ、体力が、よし、あらららららら、よしよしよし、回復して、よしよしよし、で前に進もう。体力、潜るな、潜るな、やべ、息が、うん、よし、体力回復していけるぞ。
だいぶ離れたな。おお、また来るぞ。体力がちょっときついな、これな、でも。よーし。来るから、ちょっと避けて、で、よし。オッケーオッケー。上がれ上がれ。上がれ。よし。前進前進。今度は一番前まで行くぜ。これじゃね。もうちょい。あららららららら。あれを破壊できれば。おれで、あそこが弱点か。上がれー、この魚野郎。よし、上がれ上がれ、浮いてこい。うい、うい、あと一撃。ここだ、やったー、倒せたー。うわー、すげえ。雷ち放つ刃物。もうなんか巨像じゃなくて、もうなんか魚、ほんとなんか象っていう感じがしなかったね。ほんとなんか生き物感がこいつは強かったな。よし。いやー、死ぬかと思ったね。うう、また意識が遠のいていきます。よし、これで7体目を倒したので、そうするともう少しですね。なんか全部で16体いるらしいからね。よし、戻ってきた。うわ、どんどん黒いやつが増えてるぜ。お、ほんとだ。まあゾウでもこうあれだね、体が巻きついて胴体長いですよーっていうアピールになってるんですね。なるほど。よし、倒したぜ。さあ教えてくれ、次の相手をな。森深くの桶の底に閉じ込められた尻尾は、壁伝う影は。はー、なるほど。
はい。というわけでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回第7回目は無事に一発で倒すことができました。次回はこのね、8回目から、8体目を狙っていきたいなと思います。というわけで皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。